こんにちは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に頑張って発信しようとしていますねってお思いのあなた、正解ございます。正解です。正解でした。はい、こんにちは、タイガーマスクです。はい、今日は何について発信していきたいかと言いますと、お盆とはについて発信していきたいかと思います。お盆とは皆さんにとってどのように過ごしたいと思いますか？お盆ですから、やっぱりね、朝早く起きて掃除をするんです。まずはトイレ掃除をして、きれいにきれいにきれいにね、便器の裏まできれいに掃除するんです。そしてね、トイレにね、ありがとうありがとう、いつも使わせていただいてありがとうございます、ありがとうございますってね、感謝をするんです。そしてね、そこから一日が始まるんです。そしてトイレをきれいにしたら、玄関も掃除してきれいにきれいにしてね、掃除することが大事なんですね。お盆といえばね、掃除をしてね、気持ちをね、心がね、本当に気持ちよくするんです。もう本当にね、お母さんとかね、おばあちゃんとかね、家族みんな集まってね、大掃除するんです。そしてね、ご近所とかね、親戚にね、みんなにね、ご挨拶してね、もうみんな大忙しです。でね、もう本当にね、掃除したらね、気持ちも心も本当にね、気持ちよくなりますからね、本当にね、その掃除してピカピカになって、心がね、リフレッシュした状態で、いろんな人に出会って、本当にね、いろんな話を聞いて、楽しいこと、嬉しいことを聞いて、わー、面白いな、わー、素敵だなって話を聞いて、そしてね、もう本当にね、部屋がね、本当に綺麗だと楽しくなりますよね。靴も揃えて、なんか本当にね、いろんなものに感謝するんですよ。ありがとう、ありがとうって感謝をして、掃除して、綺麗だと本当に心もね、なんか清らかな気持ちになりますし、そしてね、お墓参りしてね、ご先祖様に、いつもありがとう、いつもね、見ていただいてありがとうございますってお願いして、お祈りしてね、ありがとう、ありがとうっていう気持ちをしてね、そうすれば、家族も自分も本当にね、なんかすっきりすると思うんですね。いつもありがとう、いつもありがとうってお墓の前でね、お願いするの、こうやってお祈りするの。そしたらね、みんなは本当にね、なんか気持ちよくなりますよね。みんな一斉にするの、こうやって、こうやってお祈りするの。そしたらね、気持ちよくもなるし、やってよかった、やってよかった、また1年経ったな、また1年経ったなっていう気持ちになりますよね。そうすることによって、また仕事をするときに、YouTube で動画撮るときに、またね、気持ちを新たにして、一生懸命頑張っていくぞ、一生懸命頑張っていくぞっていう気持ちがね、さらに気を引き締めて頑張っていくことになると思うんで、とにかくお墓参りしてね、お墓を大事にして大事にして、ご先祖様にね、感謝をして感謝をして、明日から仕事頑張っていく、明日から頑張っていくっていう気持ちでやっていけばいいかと思いますね。まだお盆の休みとかがあって、すぐには仕事に行かないかと思うけども、お墓にご挨拶して、ご先祖様に挨拶して、気持ちをね、なんかね、清らかな気持ちにして、感謝を忘れずにひたすらね、掃除をするの。掃除をして、掃除をして、きれいにして、もう玄関とかね、トイレとかね、家の周り中きれいにして掃除して、もう本当にね、掃除することによって心も体も本当にね、気でするんですよね。気持ちの良くなりますからね。そしたらね、もう本当にね、誰かがね、お客さんとかね、親戚が来たらね、もう本当にね、うわー、こんなに素敵な家に住んでるんですかとかって言われたら、やった、掃除してよかったってなりますから、とにかく大変だとは思うんですけども、一生懸命掃除して、一生懸命汗を流したら絶対にいいことがあります。何もせずにスマホをいじったり遊んだりしていると変わらないので、何か行動することによって変わってくるかと思うので、お盆です。そんな時に皆さんがどんな行動をすることによって変わってくるかなと思うので、もし掃除なんかできないとか、私何もできないからって思う人は、何でもいいので、掃除でも何か気づいたことをやってみたらいかがでしょうか。今日はですね、簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。タイガーマスクでした。はい。